演武開演。どうも、本日は神戸屋の復刻ローレルというものを食べてみたいです。復刻ってことは昔出てたってことなんでしょうね。しかも神戸屋100周年ということらしいですね。誕生日の日も割と近いですし、なんだか親近感が湧いてきました。まあ、余談話はこの辺にしていただきますね。中身はこんな感じですね。なんかシンプルな感じでは、いただきます。私にはむしろ新しいに入りますね。見た目と同様、味もシンプルに濃厚なカスタードクリームとさっくりとしたデニッシュ生地で、シンプルにこれだけで勝負といった感じの商品です。ただ今の感覚に染まっている自分からしてしまうと、もうちょっと物足りないかなと思ってしまいます。これが進化したのは三味なのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。